橋口文造橋口文造明治36年8月10日は明治期の管理実業家札幌農学校長等を歴任薩摩国で薩摩藩士橋口健造の長男として生まれるおじにかばやます橋口伝造いとこにかば愛まあがいる明治5年に慶応義塾に入り卒業後に開拓市に勤務していたが 完備留学生となり、明治12年にマサチューセッツ農業大学に留学。明治14年に帰国した後の商務省、総人係から少書期となる。その後、北海道調理時間となると、現地で各種の政党研究と技術普及を行う。さらに農場開発にも着手した。1891年愛の民族共有財産を、 別会社の株券に変えたスキャンダルにて、北海道庁、第二部長並びに、札幌農学校校長ともに、被職になる。札幌農学校長、被職を経て根、根本忠だ藤田敏郎等の、住国の太平洋沿岸視察が始まると、これに参加し、明治27年に、メキシコを探検。森外から、大胆そのものの人物と称された。帰国後に、 台湾総督府食産局入局。さらに、明治29年には、台北県知事となる。明治28、1895年に、北海道伊達市大滝区の有徳及び北湯沢に、農場を開いたのが、旧大滝村の開拓の始まりと伝えられる。ありがとうございます。